市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします今回は11月17日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします今回の発表の内容は平成23年度津市総合防災訓練についての一件ですはい、本日は私から23年度防災総合防災訓練について、えー、発表事項を発表させていただいた後市職員の お練収賄容疑に係る逮捕の件について、コメントを申し上げたいと存じます。今年度のまず、津市防災総合防災訓練でございますけれども、11月27日の日曜日です、午前9時から、津市高舎市民センター、それから三重中央自動車学校の周辺で実施をいたします。 今年3月の東日本大震災による未曾有の被害の目の当たりにして、津市では、津市地域防災計画津波対策編を作りまして、先に案としてお示しをいたしました、10月28日でした、その中で,です、ね、地震、津波災害への対策として、市民の円滑な避難の確保を柱1つに掲げております。 この計画では、津波が到達するまでの限られた時間の中で、より遠く、より高い場所へということで、市民の方々に安全かつ迅速に避難していただくということにしていることから、この訓練はそうした想定の下で、津波避難訓練、避難所運営訓練に重点を置いて実施をいたします。お手元の資料に沿いまして、訓練の概要、をご説明を申し上げます。 まあ今年度の実施方針といたしましては、地域の災害対応力の向上を目指して、自主防災組織、それから民間の企業、ボランティア団体の方々、そして地域住民の皆さん。 がそれぞれの役割を適切に分担しつつ、関係機関と緊密かつ有機的に連携することによりまして、地域の災害対応力の向上が図れるよう、実災害に即した形で訓練を実施することといたします。想定ですけれども、11月27日午前9時ごろ、東海、東南海、南海の3連動、地震が発生をして、そして津市内で最大震度6強。 をを記録をしたと、まあ、この地震によって各地で、市内各地で建物が倒壊をして、えー、火災、そして津波も発生していると、ライフラインの寸断など、重大な被害を生じ、相当な人的被害も発生していると、まあ、こういう想定で行います。 訓練の内容としては、えー、先ほどお話しいたしました津波災害への訓練として、会場が自体が津波浸水予測地域内であるということを想定して、津波避難ビルに見立てた自動車学校の校舎への津波避難訓練を実施をいたします。そししてて津波襲来後安全がが確認さされれ避難所が開設されたことをまあ想定して 自動車学校内の場内教習コースをがれきが散乱する道路に見立てて避難訓練をする、あるいは高台市民センターを避難所に見立てた避難所運営訓練をやると、まあ、こういうことでございます。まあ、その他の災害に対する訓練として、通常もこれも比較的実施をする訓練でございますけれども、炊き出しの訓練。 水を入れたバケツのリレー、そして警察のヘリコプターを活用していただいた情報収集訓練、それから東海家屋からの救出訓練、土砂災害現場からの救出訓練、それから物資の搬送訓練のほか、救護や災害ボランティアへの対応などの訓練も併せて行います。また展示体験ブースを設けまして、各参加機関の防災啓発や AED 体験、煙体験などの各種の体験、 をしていただくようにいたします。えー、参加予定ですが、三十七機関から八百人ということを見込んでおります、まああの。これは、地震、津波ということを想定した訓練でございますが、えー、台風災害にも、この避難所の運営訓練など応用できますので、えー、こういう、今,今年の九月にも大きな被害を受けた。台風災害に対応するためにも、こ,ういうこのような訓練を通じまして。 都市の災害対応力と地域の防災力のさらなる向上を図る思って市民の安全安心の確保に一層取り組んでいきたいとまこういうふうに考えておりますえ次に発表事項外ですが集合容疑で職員が逮捕された件について申し上げます昨日幹部会議を臨時に開きましてまたその直後ですね報道各社の ご取材に、へ、えー、のお答えの中で、私はこの通信役所にもし緩んだ空気があったとすればです、ね、これは正すというふうに申し上げました、まあ、このことについて、いくつかお問い合わせをいただいたり、あるいは職員の方からですね、えー、幹部からですね、まあ、これはあのしっかりと部下に伝えたいということで、今朝からも幹部、あの 部内の会議を開いて、そのようにしておる部がいくつかあったようでございますけれども、まあ、これはですねどういうことかということについて、若干、あの昨日、まあこれからどうしていくのかというお尋ねもありましたので、その点について、まあ、あの昨日の会見の後ですね、報道のご取材の後ですね少し考えてきたことをこの場で申し述べたいと思います。まあ、今回の容疑が仮に事実でであるとすすれればですねそれは 職員の個人の服務規律が緩んでいると、あるいは法令遵守の精神が欠けているということは、これはおそらく疑いないことであろうということを昨日も申し上げました。これを正す努力はしていかなければなりません。例えばですね、通例の服務研修というのが職員対象であります。これが今年はですね、来週25日から行う予定に。 しておりましたので、これに対してですね。これにおいて、当然のことながら、コンプライアンス法令遵守の徹底を図るようにですね、えー、ということを指導するように、これもそのような形で実施するようにということで、えー、指示をしてございます。来春25日からそういう研修を行うことになります。ただ、これはですね。まあ、こうした個人への職員個人への意識啓発ということは、これは今までもやってきてきてますし。 こ今年もそういう形でやるんですけれども、こういうものだけではです、ね、不十分ではないかというのが、私の問題意識であります。と言いますのは、私は今回の市職員の事件は、まあ、それをたとえですね、これはあの、まあ、あの私のその話が就任前のです、ね、出来事であったというふうなことであってもですね、 当然、現在のこの都市の、行政組織である通市のトップとして、私はきちんと対処いたします。が、同時にです、ね、私は選挙によって有権者から送り込まれた政治家でもあるわけでございますので、えー、市職員に対してです、ね、きちんとこれはえりを正せということを求めるう役割を担い、あるいはそういう責任があろうかというふうに思っております。 まあこの容疑が事実であるとすれば、35歳の主査が、情報を渡して金を受け取るという、やってはならないことをやってしまったと、このことが、こういうことが行われてしまうような市役所のですね空気、雰囲気に緩いところがあったのではないかと、それをしっかりと検証する必要があるというふうに、この有権者というか、市民から、市民感覚としてそういうふうに感じておられるであろうということを私が、 政治家とししてて考えてそしてそういいうことを昨昨日日発言したわけでございますで、まあ昨日の時点で、じゃあ具体的にどうやってやるんだと、こういう検証はということを聞かれて、ちょっと考えさせてくださいというふうに申し上げたんですけれども、まあ、これはあのやはり2600人のです、ね、職員が、自分たちできちんとそういう、 その襟を正さないかんと、自覚をしなければ、これは始まらないというふうに考えましたので、昨日あの特別職でもあり、職員のトップでもある小川副市長に対しましてですね、一度、そういうこのような市役所の雰囲気、これは申し訳ないけど、自分たちが作ってきたものですから、この市役所文化、自分たちが作ってきた通市役所文化を徹底的に一回検証するように求めました。 同時に野口副市長に対しては、出向者としての目も含めてですね。そういう検証作業に力を貸してくれるように求めました。まあ、なぜこの、まず副市長に求めたかということですが、これはですね。え、津市が今後取りまとめるであろう。 取りまとめる取取りりままままとまととめめすいいいうに言い切らなきゃいけません取りまとめる再発防止策、この中にですね、市役所の職員が自分たちの住んでいる世界をきちっと見直して、見つめ直して、真摯に反省をして、そして自らがでらが、ね、きちんとこういうふうにやっていこうという今後のことを考えない限りですり、ね、これはトップから、 言われて直すという付け焼き場的なものではなくて、きちんとです、ね、ボトムアップで、ある種心のこもった対応策、解決策を取らないと、なかなかこれはあの取ることがぜひ求められる、それを私は、えー、まあ先ほどの政治家の部分もありますから、政治家としてもそれを強く期待をするということでございます。職員自らが、市役所自らが変わらなければならないと、そういうまさに。 ある種、ピンチでもありますが、チャンスでもあるというふうに思いますので、えー、そういう意味で、今回、その副市長にですね、まっ、あ、ぺ自分たちで自分たちを作ってきたもの、これまで、えーまあ、一,一生懸命やってきて、そして、えー、きちんと徹底的にエリーを正してやってきたんだけれども、それでもまだこういうことが起こるということは、いっぺん自分たちできっちり見直すべきだと、まあ、こういうふうに求めました。 これは当然、今後の捜査によりまして、事実が判明し次第、ですね、どういうことをについて、いつまでにやるのかということを、はっきりと申し上げることができるようになると思いますので、それこれからの再発防止策の取りまとめ、これはです、ね、事実、捜査による事実が判明した時点で、いつまでに何をやるということを、 あらかじめ申し上げ、そして具体的にどういうふうにやるのかということをもうちょっと詰めて言ってもらうとこういうふうになろうかと思います。以上が私からの私から申し上げたいことでございます。